YouTube の怖い話、 YouTube の規約変更とかでどのタイミングでミートになるかわからんところ、こんにちは、毎日が鉄骨渡りキリンですはい、ということで今回はいろいろな職業の仕事中に起きた背筋も凍る怖い話をドバーッとご紹介したいと思います。特に3つ目の話がヤバくておすすめです。ということで、あの世に行く行く右足、こちらの話はとある警察官が実際に体験したお話になります。ある日、とある酔っ払った二人組の男たちのうちの一人が踏切の脇で立ちションをしていたところ、線路脇にマネキンの足のようなものを見つけました。そこで男は連れの男性を驚かそうと思い、そのマネキンを手に取ってみたところ、それはマネキンではなく本物の人間の右足だったそうです。これを見て青ざめた二人は急いで近くの民家に駆け込み事情を話し、民家の主人たちも半信半疑で踏切へと足を運びますが、そこに落ちていたのは紛れもなく人間の足でした。そこで民家の主人がすぐに警察に電話したところ、数分と経たずに警察官が到着しました。ですが警察官の調べによると、その日は踏切内での事故などはなかったことから、遺体損壊遺棄の可能性も浮上したため警察は捜査に乗り出しました。そしてその翌日の夜、民家の主人のもとに娘さんがたった今亡くなったとの知らせが届きました。どうやら民家の主人の娘さんは以前から精神病棟に入院していたそうなのですが、病棟をこっそり抜け出して外出した際に事故に遭ったのだとか。またその遺体の損壊はひどく原型をとどめていなかったそうなのですが、不可解なことになぜか娘さんの右足だけが見当たらなかったそうです。そしてこの話を耳にした警察官は、あの踏切に落ちていた足のことを思い出し検査をしたところ、踏切に落ちていた足は娘さんのものであることが判明しました。ですが踏切で足が見つかったのは娘さんが亡くなった日の前日だったので、時系列が完全に矛盾しています。一体なぜ娘さんの体の一部が死亡した日の前日に見つかったのでしょうか。もしかすると踏切で見つかった足は民家の主人に娘さんの危機を伝えるための何かしらのメッセージだったのかもしれません。もしくは娘さんはバギーだったのかもしれません。真相は闇の中、深闇。埋まった男。こちらはとある工事現場に勤務していた男性 A さんの体験談です。男性はその現場でマンションの建設に携わっていたのですが、その建物が完成し電気水道が通った後に妙な噂が立ち始めました。というのもこのマンションは4棟からなる構造なのですが、どうやらそのうちの1棟で夜間作業をしている時に男性の叫び声を聞く者が続出したそうです。この叫び声を聞いた人に限って立て続けに怪我や事故に見舞われてしまったそうです。この話を聞いた A さんは不気味に思い、夜間作業をする際には一人で作業することはなるべく避けることにしました。そんなある日、 A さんは同僚と二人であの曰く付きの塔で夜間作業をすることになってしまいました。そこで A さんたちは不安な気持ちになりつつもあの塔で作業を開始することにしました。そしてそのまましばらく作業を続けていると同僚が突然震え出し、壁から男性のうめき声が聞こえると言ってきました。それから同僚は恐怖のあまり作業に手がつかなくなってしまい、このままでは作業が遅れてしまうため A さんも一旦手を止めて恐る恐る声が聞こえるという壁に耳を当ててみました。ですがその壁からは特に何も聞こえず、同僚の聞き間違いだと思ったその瞬間、ガンガンガンと近くにあった窓が揺れ出しました。そして恐る恐る窓の方に目を向けると、窓の奥のベランダには顔がボコボコに腫れ上がり、赤黒い血を頭から流した男性が立っていたのです。その光景を見た A さんたちはすぐにその場を離れ、それから数日と経たずに会社を退職しました。ちなみに退職した後に A さんが聞いた話によると、何でも昔この会社で勤務中に男性が事故死をしてしまい、その事実を隠蔽するためにその男性は社員たちの手によってマンションのコンクリの中に埋められたのだとか。もしかするとその時殺された男性が霊体となって社員たちを次々と不幸に
に陥れ恨みを晴らしていたのかもしれません。もしくは試合後のボクサーがたまたま通りがかっただけなのかもしれません。知らんけど。生首を持った女。こちらは当時テレビ局に勤務していた男性スタッフの体験談です。1982年から1985年の間に放送されていたとあるバラエティ番組の中の視聴者から心霊写真を募集するコーナーで、ある視聴者から一通の写真が送られてきました。送られてきた写真には3人の女の子が写っていて、よく見ると1人は腕が、そしてもう1人は足が、最後の1人は首がそれぞれなくなっているというなんとも不気味な心霊写真でした。そして写真と同封されていた手紙によると、写真に写っていた3人のうち投稿者以外の2人はすでに事故で亡くなっていて、腕が消えていた女の子は腕が、そして足が消えていた女の子は足が、事故によってちぎれてしまっていたそうです。また写っている2人がすでに亡くなっているので、今度は自分が写真のように首を失って死ぬのではないかと怖くなったので、番組で呪いなんて存在しないということを証明してもらうために写真を投稿したとのことです。この手紙を読んだスタッフはその女の子に実際にテレビ出演してもらい、番組内で呪いなんてないということを証明し、その女の子に安心してもらうという企画を考案しました。そして番組の出演交渉もうまくいき、企画は実現することになりました。ちなみにこの番組は深夜に放送している生放送番組だったので、母親が同伴する形で女の子が番組に出演する予定でした。そして収録当日、番組の前置きが終わり、女の子とお母さんが登場するシーンになった途端、観客から悲鳴が飛び交いました。なんとそこには女の子はおらず、その代わりに女の子の生首を持った母親の姿があったのです。番組は生放送だったので、カメラマンはとっさに天井を映したものの、一瞬だけ現場の光景が放送されてしまいました。そして実は例の女の子はスタジオに到着する直前に事故に遭い亡くなってしまっていたのです。しかも激しい事故だったので、遺体の破損が著しく、しかもあの写真のように首がなくなっていたそうです。そして事故の一部始終を見てしまった母親は精神的に完全に崩壊し、娘の生首を持って収録現場に入り、収録現場へ向かわなければ娘が死ぬことはなかったという番組スタッフへの恨みからスタジオへ駆け込んだとのことです。この後母親がどういった行動をとったのかは語られていませんが、一瞬でも生首の映像を公共の電波で流してしまったため番組は打ち切りとなってしまったそうです。もしかするとその後お母さんをベースに女の子の首、腕、足、あとついでに民家の主人の娘さんの右足も合体して、流走合体デラックスお母さんネプチューンがテレビ局を破壊したのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。写真の呪いがないことを証明しようとしたのに、逆に呪いがあることを証明してしまうという皮肉なお話でした。叫ぶ死体。こちらの話はとある男性警察官が任官して間もない頃の出来事です。ある日この警察官の捜索区域内に位置するとある河川の水門で水死体が発見されました。そこで警察官は現場へ出動し、川から遺体を引き上げることになりました。ちなみにその時の遺体は外傷もなかったため、寝ている人間と遜色ないくらい死体とは思えない様子だったそうです。ですがどうやら死体のように見えなかったのは、この死体が死後間もなかったためだったらしく、死体はその後すぐに安置室へ運ばれることとなりました。警察官は検視官が来るまでの間この遺体を監視しなくてはいけませんでした。すごく嫌なシチュエーションだったので、警察官も早く検視官来ないかなーと思いつつぼーっと待っていると、ぼわーぼぼぼぼと遺体が叫びながら動き出しました。警察官は訳がわからなくなり、とにかく遺体の安置室から逃げ出そうとしたその時、ちょうど検視官が到着しました。そこで警察官は信じてもらえないと思いつつも検視官に事情を説明すると、あ、
それよくあることだよ。と、拍子抜けした返答が返ってきました。どうやらこの現象は霊的なものではなく、死後硬直によって胃の中の空気が膨張し、その膨張した空気が声帯を振動させることによって叫んだように聞こえるのだそうです。ということなので、これから警察官や検視官を目指そうとしている方々は、将来このようなシチュエーションに出くわすこともあるかもしれませんが、その時は決して慌てず、一旦抜いて気持ちを落ち着かせてください。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てやはり仕事はリスクが高すぎる、職探しやめますと思った自由を愛する者たちは、高評価とチャンネル登録、 Twitter のフォローをよろしくです。はい、ということで賢者タイムなんですけども、今回もですね、まあ以前サブチャンネルのに投稿した動画ということで、まあ、また見てくれた方ありがとうございますという感じなんですが、本当はですね、今日僕ちょっとあるですね、企業案件の動画を投稿する予定だったんですよね、僕の中では。で、ただちょっと僕が日程をめちゃめちゃ勘違いしてて、別にちょっと投稿予定日が全然違う日だったんで、まあ急遽これ投稿 してるんですけど、前も一回ですね、サブチャンネルで投稿した動画をメインでアップした時に、ネタ切れかみたいな感じのコメントをですね、いくつかいただいてですね、でめちゃめちゃ優しい人がそのネタ切れを心配して、こういう企画とかどうですかねみたいな感じでなんか DM とかで送ってきてくれたりとかして、めちゃめちゃありがたかったんですけど、でもまあネタ切れとかっていうことではなくてですね、まあどっちかというとですね、動画作りのペースがなかなか追いつかなくてっていう感じなんですよね。なんでまあ週に1回休むぐらいだとまあなんとか回るかなってぐらいだったのが、今月はちょっと無理してね、休みなしでやってるんで、まあこんな感じになってるよということで、まあネタ切れは今のところ大丈夫なんで、ご心配なくということでした。さよなら。